はい、皆さんこんにちは、ヒロです。今回はサッカー界のスーパースターネイマール選手のおしゃれでかっこいいリフティング技を解説していきます。さらに応用技を紹介していますので、ぜひ習得して技のバリエーションを増やしてもらえたらと思います。それでは早速一つ目の技いってみましょう。この技はボールを軸足に当てて浮かせる技ですね。技名はヒットリフトといって、今回は足を振り抜くバージョンで行っています。まず軸足を一歩踏み込みます。そうすることでボールに勢いをつけることができます。足の裏で転がして軸足のインサイドにヒットさせます。ヒットさせた衝撃で上に浮いてきます。ここで重要なのが、軸足はヒットするまで動かさないようにしましょう。軸足が動いてしまうと真上に上がることが難しくなってきます。右足はそのまま振り抜きましょう。上から見ていきます。真上に上がると綺麗に見えるので、真上に上げることを意識しましょう。次は応用技です。ヒットリフトからアラウンドザワールドアウト。ヒットリフトで足を振り抜くため、ちょうどアウトサイドがボールに近くなります。アラウンドザワールドアウトがやりやすいです。もう一つ紹介します。このネイマールのやっている技、オーバーザワールドです。ヒットリフトからオーバーザワールド。オーバーザワールドは一気に2回またぐ技なので、ヒットリフトから直接行くのは難しいですけど、できればダイナミックでかっこよく見えます。2つ目の技いきます。この技はボールを蹴り上げてバウンドしたボールをまたいで、その後かかとでヒットさせてますね。技の正式名称はないと思うんですけど、オーバーヒールと名付けておきます。解説していきます。まずボールを蹴り上げて、ボールが落ちてくるときに軸足を寄せます。そしてボールをまたいでかかとにヒットさせます。この時にボールを前に持ってくるには、膝を90度程度曲げる必要があります。ボールの高いバウンドも必要なので、最初に蹴り上げるボールは高めに蹴り上げましょう。上から見ていきます。かかとにヒットさせる時に体の斜め後ろで蹴りましょう。そうすることでボールが前に来やすいです。応用技でこのアウトサイドバウンスを追加してみます。オーバーヒールからのアウトサイドバウンス。スローで見てみましょう。ボールを高く蹴り上げて、バウンドしたところをまたいでかかとでヒット。この時にちょっと前に行ったかなと思ったんですけど、うまいことアウトサイドでバウンスできました。3つ目の技いきます。この技は首のあたりでボールを止める技ですね。そこからさらに跳ね上げてます。技名はネックキャッチです。ボールを蹴り上げて上半身を前に倒しキャッチ。じっくり解説していきます。まずボールを蹴り上げて、ボールが落ちてくるギリギリまでしっかりボールを見ましょう。ボールが落ちてきたらタイミング合わせて上半身の前傾と膝のクッションで衝撃を吸収します。この時に視線は下ではなくて前を見てください。前を見ることで頭が上を向いて後頭部で支えることができます。そこから上半身を元に戻しながら後頭部を沿わせて跳ね上げさせてください。ネックフリップという技です。次に NG 例を紹介します。肘の上げすぎや手の上げすぎはかっこ悪いので NG です。腕に頼ってしまうとハンドになる可能性があるので注意です。ボールを乗せるタイミングがどうしてもわからないという人は、まず後頭部にボールを当ててください。次に肩甲骨に当てます。最終的に後頭部、肩甲骨の間、首で支えることになります。上から見ていきます。ボールを蹴り上げて、最後までしっかりボールを見て後頭部、肩甲骨の間、首でキャッチ。後頭部を沿う感じで跳ね上げます。応用いきます。ネックキャッチとネックフリップの連続です。ボールを跳ね上げるときに位置がずれると難しくなってくるので、できるだけ真上に上げるように意識しましょう。4つ目の技いきます。ボールを蹴り上げて左足をクロスさせながら右足でバウンドさせてますね。技名はミラージュです。インステップバウンスのクロスバージョンですね。まず左足で少し前にボールを蹴り上げます。
次に右足でボールの奥を蹴ってバックスピンをかけます。この時に自分に向かってくるように蹴ります。右足はしっかり地面につけてつま先寄りのインステップでヒットさせます。ヒットする時には左足はまたぎに入っておきましょう。そして浮いたボールをまたいでキャッチ。上から見ていきます。自分に向かうようにバックスピンをかけてバウンドさせる時にはまたいでおいてキャッチ。応用技で仮岡をやります。仮岡はミラージュとは逆で外回しにまたいでバウンドさせる技です。まず左足で自分の斜め後ろに蹴り上げる感じで右足を後ろに回してバウンドさせます。横から見ていきます。斜め後ろに蹴るのも重要なんですけど、右足でこの後ろにステップしながらまたぐというのが一番重要です。続いてさらに応用いきます。ミラージュからの仮岡。まずはミラージュ、左足でまたいでそのまま仮岡に入ります。このダイレクトで斜め後ろにコントロールするのが難しかったですね。最後5つ目の技紹介していきます。これは後ろでクロスさせてインサイドで軽く当ててさらに打ち回しにまたぐ技ですね。技名はクロスインサイドレッグオーバー。レッグオーバーは蹴り上げたボールを打ち回しにまたぐ技です。まずボールを体の斜め後ろに蹴ります。軸足を一歩前に踏み込んでバウンドした直後に後ろ足のインサイドで軽く蹴ります。そのまま足を戻して打ち回しでまたいでキャッチ。横からスローで見てみましょう。このクロスインサイドで当てる時のコントロールが難しかったですね。軽く当てるだけを意識しました。上から見ていきます。少し後ろに蹴り上げて一歩踏み込んで軽くインサイドで当てて前でまた。最後の応用技いきます。クリッパーストールからのレッグオーバーです。クリッパーストールといってクロスインサイドでショックを吸収させてリリースする技です。さらにそこからレッグオーバーでまたぐ。横から見ていきましょう。ポイントはまずバックスピンをかけて斜め後ろに蹴り上げます。軸足を一歩踏み込んでタイミング合わせてインサイドで吸収する。あとはまたぐだけです。はい、皆さんどうでしたか？僕の感想は意外にもナンバー2のオーバーヒールがめちゃくちゃ難しかったです。さらっとできるネイマールはすごいなと思いました。皆さんもぜひネイマールのリフティング技チャレンジしてみてください。僕のチャンネルはリフティングやフリースタイルフットボールの上達に役立つ動画を配信しております。この機会にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。 Twitter や Instagram の DM でリフティングや技に関する質問を受け付けております。今回の動画へのコメントもお気軽にしてみてくださいね。コメントをいただけるととても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。頑張っていきましょう。ではまた、バイバーイ。